釜石港は岩手県釜石市にある港湾である。港湾管理者は岩手県。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。また、第三種漁港である釜石漁港との区域が重複する、いわゆる二重指定港である。岩手県南東部の三陸地方に位置し、太平洋に面する港。釜石は三陸の一漁村だったが、 明治以降鉄工業の発展と共に港湾が整備された。1878年に釜石港を対象に測量から製図まで日本人の身による日本で最初の海図、陸中国釜石港の図が作成された。釜石港が海図第1号であった理由は当時開港していた東京港と函館港を結ぶ航路の中間補給地点として重要な港であったこと。 航路による先鉄の生産に成功しており、官営製鉄所建設の直前であったことが考えられる。1880年に官営釜石製鉄所が建設されたことにより、船舶による移出入が急増し、三陸海岸の中心的港となった。港湾貨物量は製鉄所の拡大とともに急増し、1922年に内務省の指定港湾となった。 1932年には、臨港鉄道と桟橋2基が築造され、1万トン級船舶が入港できるようになり、1934年には岩手県最初の開港となっている。1896年、1933年、1960年の大津波の襲来、1945年の艦砲射撃などで、釜石港は大きな被害を受けたが、 その都度集築工事が行われてきた。2003年4月にリサイクルポートに指定され、鉄スクラップ転送事業など現在創業の開始している事業のほか、新規事業も検討されている。釜石港は過去3度の打つ波の経験を生かして、世界で最も深い水上計算を建設して、津波や台風からの浸水被害を防ぐための防波堤を建てていたが、 2011年3月に発生した東日本大震災による巨大地震と打つ波による浸水被害で決壊。市街地の浸水被害をもたらす結果となり、世界最大規模の防波堤であっても、巨大津波は防ぎきれないという教訓を残した。これらの経緯は、釜石港湾港防波堤参照。震災後は施設復旧と気候線誘致による復興に努めている。 2017年には海上コンテナア惑に使われるガントリークレーンが復興支援として大阪府から無症状とされ設置された。2018年初時点で日本国内の京浜港のほか、韓国の富山港、中国の上海港や寧波港との定期貨物航路が開設されている。釜石港と釜石中心部周辺の空中写真。 1977年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ありがとうございます。